周辺のモンスターが俺の手に負えないのだ。なんだお前ら、みんな弱っちいのかよ。よし、ちょっと出発してきます私また。あ、さっきのであれじゃない、デイリー全部クリアしたんじゃないね、やったやん。ことはすぐにね、スライムおばちゃん仲間にすることは無理っぽいな。ロマンワーズは突破してきたよ。やった、イエーイ。で、今日の日課をすべてこなせたと。お疲れ様でした。オッケーオッケー。あ、ここでキメラの翼もらえるんや、やった。じゃああと3個のびのびと使えるわけやね。数字が高い場所に行けばお宝が見つかりやすい。さあ、それじゃあ火山にもなんか誰かおるってなっとったよね。誰か忘れたけど、じゃあセナック火山島に行こう。よし、もうすでにお宝が近い、お宝が近いぞ。どっちの方向だ。お、近いぞ。こっち。はあ、レッドジェム。ひー、じゃあこっから降りようで、降りましょう。どの辺かな。降りるの早くね。あ、近いっぽいよ、近いっぽいよ。ぐる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 回りながら降りてくる。あ、見て、あそこにバルーン。よし、どの辺かしら。間違えた間違えた。ちょ、待って、え、どの辺どの辺。こっちか。ほうほうほう、びっくり。さっき追ったあたりとかにあるんやないん。違う、この中かな。どこですか。あれ、この上とかありそうじゃない。え、違う。もうこの周辺。どこだよどこだよ。ん、この辺なんかすごいギリギリな場所やったよね。うわ、怖。え、どこ、こっちか。この辺。あった、イエーイ。なんだ、やったぜ。これは鎧なんかな、像なんかな。あ、めっちゃ近くに。こいつか、石碑。俺はハイエンというものだ。アデモア様の命令でこの地を調査している。お前、なりは小さいがお宝ハンターだな。しかもそこそこできると見た。一つ頼みたいことがある。もちろんタダでとは言わない。調査の途中で見つけた貴重な鍵をやろう。なんかいろんな人が鍵をくれるな。やりましょう。やってくれるか。実は調査対象の石碑がこの島にあるのだが、周辺のモンスターが俺の手に負えないのだ。なんだお前ら、みんな弱っちいのかよ。何か書かれていたらその内容を読み俺に教えてくれれば完了だ。石碑はヘリオラ溶岩地帯のどこかにある。頼んだぞ、小さきお宝ハンターよ。まあでもその前にさ、その前にちょいと、どこかにいるであろうお仲間になってくれるモンスターを探したいのだけど、近いのはあっち側か。あそこの駅ってことかな。行きますか。ん？あれなんやろ、宝箱かな。まあとりあえずこっち。こっち優先していこう。あの辺なんか強いモンスターおった気がするな。この橋渡ったところぐらいに。駆け抜けよ、駆け、ほらほらほら、ゴールドオークとか、魔王の影とか。何、なんかめっちゃ地面掘りおらんかった今。
エリミネート、寝てる。ゴールドオーク、なんか強そう。うーん、気づかないで、攻撃しないで。私鉄石じゃないんで。ほら、なんかめちゃくちゃめっちゃお宝探ししよるやん。お、そこにも、あれはさすがに狙えんか。ほら、あそこにさ、あ、あれはさすがに遠いっぽいな。遠いみたいやね。じゃあまずあっち側に飛んでいきますか。行こうぜ。さすがにあの、ここには移れんかな。あ、いや、よっしゃ、いけたぜ。ちょ、早く早く。よし、行くぜー。ふぅ。え、これどの辺から登れるやつ？無理じゃね？なんか強そう。待って、どこからあの上行ける？お、誰か、アドラキーレベル上がった。何？ウィッシュドラゴコイン。お、なんかウィッシュドラゴのスカウトに成功した。やったやん。レベル高いやつやん。え、ちょっと加えたいね。魔力の粉。マジどこから上がれるんよ。上がれんくね。こいつか。こんなの探しよったっけ。だいぶでかいけど、こいつかな。ろくな鉱石が見つかんねえな。わしの探し方がまずいってんのか。なんでちっこいの。わしの邪魔をしたらただじゃおかねえぞ。は？ブリッツってのはわしのことだが、何か用でもあるってんのか。こいつやね、弾丸作って。ギガンテスのことやったんか。スリングの弾をわしにこさえてほしいってのか。そんなもんわしにかかりゃお茶の子さえさえだが、なんでだ。竜の鉄道カンパニーを拠点に、おめえらはお宝探しをしてるってわけかい。面白そうじゃねえか。その話乗ってやってもいいぜ。条件がある。わしはずっとセナックル鉱石ってのを探していてな。このセナック火山島のバクドナ大地のどこかにあるらしい。銀色に鈍く光る鉱石でな。そりゃあもう希少なものなんだ。やってやろうじゃねえ。それをわしにくれたら、おめえらの団で弾丸屋をやってやろうじゃねえか。ほう、それは今私の手元にはないってことか。ないっぽいね。それは一体どこなんでしょうか。どこなんでしょうか。全くわからねえな。まあとりあえず次に近いところに行きますか。じゃああれか、175。あれも結構上の方な感じやな。抵抗とは、この辺から、うん、この辺から下に降りずに地続きで行った方がいいってことやね。オッケーオッケー、向かいます。やられんといてよ。今宝物1個持っとるけんね。やられるなよ。どの辺やろ、まだ結構先。お、上がれねえな。よっ、よしよし。あ、あんなところに。イエイ、よし、いいぞ。いいぞいいぞ。魔力の粉。あっち側か。え、渡れるか。あ、なんか近くに宝箱あるっぽい。ん、消えたな、宝箱マーク。この辺？じゃあ、あの、みんなこっち来てくれるか。みんなちょっとこっちに来ていただきたいんだが。なんか落としてやん。お、コウモリの羽。どの辺？宝箱。お、近いぞ。こっち？いや、全然近くなさそうやけん、ちょっとやめとこや。あっち行ったらちょっと戻れんくなりそうな感じがするけん。とりあえず、一旦、
うぃー、こっち側にさ、当たろう。下には落ちないように。よし。これはどこだ？向こう側か？なんか強そう。大丈夫かブー？あれ、マークなくなったんですけど。あ、なんかここ通れるな。ここか？ん？違うかな？なんか、いかにもって感じで、通れそうな場所が。マヤがしゃがめば通り抜けられそう。これか。よし。これは？あ、これや！スナックル鉱山。鉱山じゃない、鉱石。銀色の鈍い光を放つ、すごく貴重な鉱石。スナック火山島にいるブリッツが求めている。厚木大地の駅の近くにいるブリッツにスナックル鉱石を渡しに行こう。やった。あった。イエーイ。見つけてきたよ。何？スナックル鉱石を見つけてきたらと？やってやろうじゃねえ。それをしてくれたら、おめえらの団で弾丸屋をやってやろうじゃねえか。お願いします。マヤはブリッツにスナックル鉱石を渡した。確かにこいつはスナックル鉱石に間違いねえ。約束だからな。おめえのために弾丸をこさえてやるぜ。アイラ団に行って、受付の姉ちゃんと会えばいいんだな。すぐに準備をして向かうからよ。先に行って待っててくれや。オッケーです。帰ろう帰ろう。ちょうど駅のとこやし。帰りましょう帰りましょう。まあ、今回お宝は1個だけやけど、とりあえずね、とりあえずサブクエはクリアしたんで一旦帰ります。帰って鑑定する。はい、アイナ団に。ただいまー。毎回毎回なんか総出で迎えてくれるのすごいよね。どんなお宝かな。さ、これが像なん？鎧なん？ほ、すげえ。テッカテカユラン。なんかめっちゃテッカテカなんやけど。おお、すごいんやない。どこかの世界の強そうなモンスターの像。152万やって、この一体で。備品がすげえ。すげえ、160万いった。素晴らしい、素晴らしすぎる。お宝占いに、とりあえずこれでセシリーに声かけに行こう。セシリーやー。 あとモンスターはね、仲間にできんかな。ちょ、加入希望者確認。どうすか？誰か入れれる？応募が来てます。お、加入希望者の中にダンの評判を聞いてやってきたモンスターがいるようだ。待って、アシュリーめっちゃ可愛いやん。でも誰も入れれんねん。これアシュリーのこのクリクリお目目、何、超可愛いんですけど。他に何か利用されますか？はい、新しい施設の追加で。どうですか？スリングショット、本部島に弾丸屋を。あ、マヤさん、先ほどブリッツさんから連絡がありました。弾丸屋を開く準備をしてこちらへ向かっているとのことです。あら、あの大きな体はもしかしてブリッツさん？来た来た。約束通り来てやったぜ。お帰りなさい。お久しぶりですね。なんで、セシリーちゃんか。今も受付係をやってるたな。弾丸屋を開く準備はしてきたぜ。早速とかかるとするかい？はい。ではこちらで用意した場所へご案内しますね。どうぞどうぞ。アイナ団の拠点で弾丸屋が営業を開始した。オープンしました。じゃんじゃんパンパン打ち放題。弾丸屋をご利用の際は私に話しかけてくださいね。ありがとうございます。よし、新しいことがありそうですよ。弾丸屋、よく聞くブ。弾丸屋について。弾丸屋では素材から弾を作れるぞ。敵を攻撃する弾や仲間を回復する弾を手に入れよう。
玉のレパートリーを増やすにはお店や宝箱から新しいレシピを入手しよう。効果が高い玉には珍しい素材が必要だ。また来いよ。さていいねいいねいいね、どんどん豊かになっていくね。頑張りましょう。で今はトレジャー総額ザクザクです。おお、あ結構いい感じに今975万めっちゃいいやん。ってことはもう次回でいけそうな感じするね。今回サブクエいっぱいクリアして、それとともに思ったより早く集まったなねえ、もう次回でいけるわこれ。はあの段ランク4行ったら、まあメインストーリーが進み出すってことやろ。またよし頑張ろうはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっと新しい団員たちもねパーティーに加えたいんやけど、もう全然あのね全然スカウトしただけでどんどん溜まっていきよるけん、じゃその辺の素材も集めていきたいよね。